どうも、星野チャンネルの東拓真です。お久しぶりです。もうかちょっと太った、首が太くなってるし、顔もなんかブグブグしてますけど、だから顔もね黒くなってるんですけど、作り役者をやってるんで、役作りで今結構空いちゃいましたよね、撮影期間が。でも撮ってる時期が夏なんですよ。で夏ってまあ食欲が湧かないんですよ。今暑くて、今35度とか平気で行くからね、気温が。暑くてダメだわ。ほら、そのわけで食欲が出ない日けど、まあ、しっかり食べたい。だからもう適当に何か作ってって言われた時に出せる料理があるので、今日はそれを紹介したいと思います。納豆、はい、キヌー、はい、木綿です。木綿豆腐だけだけです。だけだけです。アマニ油をね入れた方が本当はいいんですけど、ちょっとアマニ油が売ってなかったんで、これねカスタムがすごいできるんですよ。要は一つ加えただけでも、一つ加えるだけでも味が変わったりとか、食べやすさが変わったりとか、飽きない、カスタマイズしやすい、飽きないで、豆腐の力でまあずるずるいけるっていう感じです。料理名はね、まあ納豆腐って言いたいんだけど、納豆腐じゃちょっとねありきたりなんで、大豆丸で、大豆丸で、大豆丸をベースにいろいろカスタマイズ、まあ自分がひらめいたら、まあネギ乗っけるだけとかはあれだけど、まあまあなんかいろいろ乗せてって、大豆丸スペシャル1とか、大豆丸レベル3とか、なんかそういういろいろね大豆丸動画を撮れたらいいなと思います。その大豆丸シリーズが100本いったらすごいなと。もういけんじゃない、いけると思いますよ、いけると思います。ただ飽きるでしょうね、みんなは。まあでもオリジナルな大豆丸をね皆さん作ってください。とりあえずじゃあやっていくんで、ではレッツクッキング。おじちゃん、今回買った豆腐がね大きいんですよ。大きいから、まあ皿大きめにした豆腐を入れていく。でかいな。混ぜてくれた方が味が全体に広がりやすい。混ぜる。はい、混ぜ終わった。ドン、あする。これもラーする。結構こんな感じで混ぜてって、なんかカルメ焼きみたいな、カルメ焼きの作る前のあの段階みたいななってますけど、それが大体もう混ざってきたなって感じ。よし、ドーン、完成した大豆丸。食べる、いただきます。これね、ぜひスプーンで食べてほしい。デリシャス。で、豆腐のサイズに合わせて醤油なりからしなどは追加した方がより旨味を感じる。十分ね、納豆についている小分けのタレとからしでも味はつくんですけど、味が薄いなって感じた場合は入れてください。今日も本日、この動画を見てくれて、グラシアス。